さんこんばんは、長岡 JR420 桃助です。来ましたよ、 SV 今年は何でか知らないけど、タカポン付き。無理やりね。無理やりじゃないでしょ。 休まされたんですよ。ちょっとね、無理やり休みましたね。いやいや、どうしても俺についてきたいっていうんで、あ、まあ今回は6日間で、はい、あのタカポンをビシバシちょっとね、うん、一皮むけるまで、はい、ちょっと、はい、あの遠征しつつ、ちょっとね、タカポンを鍛えたいと思います。今回の目標は e スポ QSO 何曲。え、何日ですか。要はこの通算でいいんじゃない、6日間船も合わせて。とりあえず150ね。150、まあそれまで飽きずにできるから。なんか飽きやすいっていう話聞いてる。バーって呼ばれちゃうとね。まあでも上がるといいな、うん、ですね。天気とですね、まあとりあえずコンディションと天気ということで、はい、この週末のね SV に向けて北海道、まあとりあえず一路苫小牧の方まで行きたいと思います。初めてのフェリー、船の中ですよ今これ。ホテルみたいでしょ。ホテルみたいですね。ちょっとじゃあ探検に、はい、まずは一番大事なのは、いや売店じゃなくてさ、明日運用するデッキが大事。デッキが大事です、ね、うん、こっちです。こっち、どっちかな、左かな。まあここはちょっとこう何ロビー的なスペース、ご飯も食べれる。あ、そうで、ここがレストランで、朝食、昼食、夕食それぞれの時間で、まあご飯は金さえあれば困らない。困らないですね、全然。福井フェアやってますよ、福井フェア。ソースカツ丼もありますよ。ソースカツ丼、焼き鯖寿司も押し寿司もいいね。いいですね。とりあえずお金さえ払えば。そう、金さえあれば。でこの通路を抜けていくと後方デッキでございます。僕らにとって一番大事な場所、一番大事なポイントですね。ここですか。ここですよ。明日何で運用するの、トランシーバー。明日はゼロワン。ゼロワンしか持ってきてないですね。車にあるっす、ね、ここにどうやって置くかって。落としたらダメですね。いや僕はね、対策してきました。なんかゴムでくくりつける、うん、くくりつけられるようにしてきた。まあこう持ちながら、まあ、うん、支えてれば大丈夫だと思うけどね。Yeah.
分メーター、こちらは岩手ブラボーの73、岩手 B の73、マリタイモビー受信します。おはようございます。おはようございます。静かですね。はい、ついさっきね、つけてみましたけど静かだったんで、しばらくタヌキしてました。どうぞ。はい、岩手ブラボー73マリタイムモービル、こちらは長岡 HR420 マリタイムモービル、はい、新潟県沖ぐらいなのかな。はい、おはようございます。あー微妙、この辺どうっすか。うわお。あれなんもしかして短いやつでないとあかんのですか。これあ押し下げ、押し下げてあの上のところが出してくる。えマジ。あーちょっと低いな、低いな、低いな。え、おお来たイヤホンゲットです。高くついたね。これ100均クオリティじゃないの。100均の方がいいかもしれないですよ。うん、鹿児島 BB747、 こちらは長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブルマリタイムモービル北海道移動、鹿児島 BB747 どうぞ。はい、了解です。浦添 VX124、 浦添 VX124 5252、 5252、 浦添 VX124 5252です、どうぞ。はい、了解です。オールソー 52QSL、 オールソー 52QSL、 QSL ありがとうございました。北海道沖、北海道沖マリタイモービルでした。ありがとうございました。セブンティースリー。はい、こんにちは、ソラチ AB71 局、こちらは長岡 HR420 ポータブルマリタイムモービルです。レポート5151、5151送ります、どうぞ。チャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。